通イこと、周子ゆは、台湾のアイドル。韓国に拠点を置く、ガールズグループ、トゥアイスのメンバーである。2016年2月27日1999年6月14日、台湾台南市東区に生まれる。2012年11月、台湾のダンス学院で、JYP エンターテインメントの社員にスカウトされ、オーディションを受けて、JYP エンターテインメントの練習生となる。 2015年5月5日よりネットで放送されたオーディション組ーンに出演。一度脱落するものの視聴者投票で常に上位に君臨していたことや経験不足が考慮され、桃と共に異例の追加合格を果たした。その後10月20日に TWICE のメンバーとして正式にデビュー。2016年1月、前年11月に放送された。 韓国のテレビ番組、マイリトルテレビジョンにおいて、台湾の国旗を手にして出演したところ、中国人からの批判が相次いだ。各国の政界まで反応を示し、最終的には中国への謝罪を強要させられた。この件は、民主進歩等の蔡英文候補が圧勝した、台湾総統選挙に影響を与えた。同年3月、台湾で中学校卒業認定試験に合格。4月、 韓国の管理園芸芸術高等学校、実用音楽科に特別専攻枠で入学。TWICE のメンバーであるチェヨンと共に在学し、2019年2月12日に卒業した。身長170センチメートル、血液型は A 型。TWICE ではリードダンサーとサブボーカルを担当。メンバーカラーはブルー。グループ最年少で唯一の台湾人メンバーである。 目と耳が、スター・ウォーズのヨーダに似ており、またヨーグルトが好きなことから、ヨーダと呼ばれている。容姿に引いてた、ビジュアルメンバーとして有名で、整った目鼻立ちとモデルのような長身は、台湾の宝と称される。2019には、アメリカの映画評論家 T.C. キャンドラーの、世界で最も美しい顔100人で1位に輝いた。韓国ギャラップの、 アイドル先行度トップ20で2016年から2018年まで、それぞれ3位、9位、12位にランクイン。単独出演ゲスト出演。ありがとうございます。